砂場って全然いい気分です。そういえばね、この間結構前だけど、群馬にはね、群馬県の天然記念物の木の灯籠があったんだけど、すごい無造作に置いてあって、あれそのうち腐っちゃうんで、まあ見てないとは思うんだよね。見てないとは思うんだけども、群馬県の関係者はあれをちゃんとビニールで包ったり小屋の中に入れてあげてください。あれもったいないって。まあ、いやいや、薬師堂の巻の話だ、それはいいや。薬師堂の巻は今日涼しいからいいんじゃないですか。あとこの辺散歩しますか。秋の陽光のところ行けなかったんで、これ見て、この田んぼ、田舎思い出しません？こういうところにね、犬の散歩連れてってね、バーッと離してね、こうガー駆けずり回る犬をね、こう見てね、ああ楽しそうだなーと思いながら、ポーッと真ん中あたりで座ってタバコ吸うんですよ。あ、梅咲いてんだね。いやでも人いな、痛いな。これ耳は草刈りをしているので、こちらです。まあ自分的にはここは心霊でも何でもないパワースポットだと思ってるんで、関係ないと思います。心霊はラジオが聞こえるって書いてあった。あれはイノシシよけとか獣よけでしょう。野菜取られないよね。そんなもんだよ。ここでは変な声入ってなかったもん、確か。変な声入ったところって、あの前の YouTube のチャンネルでは、まあ微妙なやつも合わせて11から12、もっとあんのかな、そのくらいあったんだけど、まだその辺は回ってないね、これではね。それか白鳥湖がすごかったんだけど、白鳥湖さ、あれっすよ、今開拓されちゃって、あんな幽霊どころじゃないですよ。幽霊も全部お引っ越しでございます、ね、ほらここね、竹があって影があるんだよね。さっきの八幡宮、八幡社ですよ。そこで野球やっているお子さんたちは将来プロになるのでしょうか。途中でやめないでほしいよね。八幡社、八幡社じゃないんだよね。この間言われたんでね。あれ、こんなもんこんなもんか。何この取り置きネット。そろそろ、時計ないけど、ラーメン屋さんもやってる頃かな、行った方がいいかな。なんだっけ、音がする、ラジオが聞こえる小屋、そこ行った方がいい、行かない方がいい。うちはあえて別なとこ行った方がよくね。例えばさ、これなんで崩れてんの、台風あ、もしかして秋ヶ瀬公園もこんな風になってんのか。どれ、ちょっと沈んで行ってみましょう。ああ、なるほど、こういう感じですね。あれって落ちて、なるほどね。
多分あの台風の影響でまだちゃんと片付けてないのかね。すげえ人が走ってる。やべえ、大きな声で喋ってた。まあいいや。あとはパレットガーリーノ、これはなんだ、イチョウか、なんでしょう、ね、桜か、桜っぽい、ね、うん、お腹痛いな。秋ヶ瀬公園は入れないんですか、どこも。裏からも入れないんですかね。しばらく閉鎖なのかな。まさかね、長野県じゃあるまいし、冬季閉鎖中とかそんなわけじゃないでしょ。あれだね、あれ一応これ人んちの人の敷地っぽいから入っていいの。やべえ、なんか一人でも楽しいぞこれ。悟りしてるけど、いっぱい人いますけど。で、こっち行ったことないんだよな。行ってみようか。めんどくさーっていうのもあるけど。あの長い髪の毛、うー。長い髪の毛がね、口に入って気持ち悪いんですよ、さっきから。別に伸ばしてるわけじゃないんですよ。うーだな、これ。これ、車で行ったらハマるね。これ、なんだ、6月の時もこんな感じだったぞ。滑る、滑る。背中痛いんだ、変な体勢取らせさせさせないでくれる。口が、ま、おお、あんなとこに井戸がありますよ。これ発見した人いないんじゃない、わかる。何を喜んでんだ、ちょっと冷静になっちゃって。バイク気持ちよさそうだね。お、家みたいになってるね。なんか小さい頃秘密基地とかやりそうだね。え、これ行くの、これじゃね。これ行ったところで全然あれなんでしょ、あの首が置いてあって終わりなんでしょ。ないんだから、うちの靴。うわ、滑る。話すことなくなった。もういいですか？あ、ちょっと待って、ベルトがね。ああ。最近痩せちゃって、あのベルトがもうゆるゆるで、ズボンもゆるゆるで、やばいんですよ。このまま行くと、あと1年後には体重0キロになっちゃうね。さっきから滑るの。ず
るんずるんずるんずるっていうか、これは歩くとこじゃねえわね。ああ、お腹が減ってきた。めんどくせえな、もう帰ろうかな。どうせオートレス場とかあの野球場とかじゃないの。そうよね、そうだね。で、あの小屋は用具入りとかなんじゃないの。はーえろ。てかもういいですか、以上で。これなんで撮ってんだっけ。ああ、そっか、あのボロボロのパスか。で、とりあえずこれからの予定は、秋ヶ瀬公園ダメだったんで、何あれ、まあ、秋ヶ瀬公園ダメだったん、あ、用具というかそんな感じ。秋ヶ瀬公園ダメだったんで、そこはもう諦めてラーメン屋さんに行って、七里と行って、本日の終了かな。まあ、時間あったら、もえもえさんが前行った宇和田公園行って、かな。今、耳元で、ふーんって聞こえた。まあ、バイクの音だろうな。音拾ったかな、今。まあ、ふーんって言われなくたって。まあまあいいっすよ。七里はね、ちょっとね、気持ち悪いことが起きたんでね、自分の声でね、死ねって言われたんですよ。ちょっとあそこは気持ち悪いんですよ。でもね、あそこのね、面白いところはね、あ、でもこんなに喋っちゃうと、七里着いた時に話すことなくなっちゃうからやめとくか。今日は、いいお天気で、朝は寒かったけど、今はとっても暖かくなっております。なんじゃそりゃ。どっから行きゃいい。どっから来たっけ。これ落としたらやだな、1万円だしな。よしよし、取れた取れた。背中が悪いんだから、こういうねところ取っちゃいけないんですよ、本当は。この付近に乱りにな、こう、おー怖、乱りな法律に罰せらぜ。はぁ、だって捨てちゃダメだよ。子供の秘密基地に使われちゃうよ。ここ畑あるね。ここ畑あるね。さっきのね。キャッチャーか。では最後にあのバスを取って終わりにしたいと思います。以上です。